はい、皆さんお待ちかねの不要の鎌倉路地裏スナップのコーナーです。不要さんよろしくお願いします。こんにちは。なんだか暑いんだか寒いんだか分かんない天気だね。不思議な天気ですね。今日はね、はい、鎌倉のね、小町通りにありますね、メジャーですよ、マジカルアーマというですね、はい、タロットカードと西洋占星術の占いのお店に行ってきたんですよ。いや、占いですか。あの女の子の好きな占いで、ね、好きですね私も、これはの8年前からね、もう8年目になるんですけどね、はい、瀬川治君って言ってね、なかなか高青年とおかあちゃんも39歳だから人が、やっててね、さっき言ったように、占いとそれからあと販売もやってるのね。で各種のタロットカードとか、はい、今ヒーリングストーン、それからアロマテラピーのオイルとか、うん、それからそういう占いとか精神世界 の本ね、いろんな案内書、それから、CD 僕も好きなんだけど、リラクゼーションの CD も売ってたりしてね、でその瀬川君がいろんな悩みを持った、女の子や男の子 の悩みを聞いてあげながら、タロットカードと西洋占星術の占いしてるんですよ。で彼はね、これを始める前は、ある劇団で演劇を一生懸命やったんだけどね、10年前にやっぱりいろんなことで、目覚めてね、インドにいるね、オショラジニーシっていうね、結構この人は有名なね、インドの神秘家がいるんですよ。でもう2年前に彼の時死んじゃったんだけども、そういうアシュラムっていうね、インドのね、どこだっけな、プネーというところにね、アシュラムってそういうその、人を慕ってるコミューンがあるわけ。コミューンって、なんて生活共同体があって、でさっきアルバム見せてもらったんだけど、その中で そのラジニーシさんの考えに共鳴している世界中の人が集まってきて、そこで瞑想をしたり、それからその心のこう修行をするわけだから、みんなその中で入ってしたいことをできるわけだから、陶芸やったり弓やったり、それからいろんなコミュニケーションやったり、それから瞑想したりで、食堂もついてて、なんかその畑で採れたベジタリアンの食堂もあって、ホテルもあって、聞いたら1日200円ぐらいでね、そこでできるんで面白いですね。で、木梨昇吉の有名な花っていう歌があるじゃないですか、この花っていう歌は木梨昇吉がこう、彼が言った同じ、そのラジニーシのアシュラームに行って、そこでそのアシュラームっていうね、その心の病みたいなところで、そこ で作った歌なんだって。そうなんですか。あの有名な歌は知りませんでした。僕も彼にインタビューして初めて知ったんだけどね、でなんていうのかな、そのハッピーになるこう悟りのテクニックをつけるようなとこなんですよ。行ってみたいです ね。インドにはそういうアシュラームっていうのは結構あってね、いろいろなその、自分たちがこれと思ったそのところへ行って、そこでそう修行して、その考え方で身につけるっていうのはね、それもっと古い話で25年ぐらい前にビートルズもインド行って、そういうところ入って、サージャント・ペーパー・ローリング・ハスバンド のアルバムなんかはそこから受けた影響がすごくあるんですよ。そうなんですか。で彼もそこで、行って、そういうなんていうのかな、ラジニーシさんの考えを受けて、それで鎌倉に来て、始めたんですよ。で占いっていうより、なんていうのかな、そのこう心のカウンセラーみたいなもんだよね。だから結構若い女の子が、一番多いのは、ね、恋の悩みに来るんだって。そうですね、大体ね、恋ですね。姉ちゃんもね、大丈夫ですか今は。もう悩みないですか私冬様なんですか。いやいや、僕はもう年中ね、もう悩み事ばっかりでね、煩悩大きい人間ですからね。それでやって、料金体験もねすごいはっきりしててね、一件ね、例えば、中村文雄恋の悩み一件ありますって言ったらね、18歳まではね、一件につき1300円なの。じゃあ私ダメですね。19歳からは1600円、23歳からは1900円、30歳以上に1500円なんです。そうはっきりすごく料金体験が出てね、
だから、今の料金かける、うん、その悩み事、うん、だから1件か2件か、お金が儲かりたい、こういうの悩みについてお金も儲かりたいしみたいな、上司からもちょっとセクハラなんとかしあのみたいなさ、そういうのをかけるんで、はい、料金もすごいはっきりしてたね。あ、そうですね、うん、分かりやすくていいですね。そうそうそう、うんうん、で彼がその、はい、自分の、できたあのことの中からいろいろな、まあ、うん、考えを押し付けないんだけれども、うん、もっと自分を信じなさいっていうね、あのことを基調に、はい、うん、いろいろ悩みに相談乗ってくれるんですよ。行きたくなってきた、うん、鎌倉 FM の、ね、ファックス情報サービスもやっててね、まあ、あの鎌倉 FM をお聞きの方ご存知なんですけども、04672570007、これがあのファックス情報サービスで、はい、これを電話かけた後で、まあ、案内が出ますけど、うん、00011、はい、これを押すと彼のファントムラボラトリーっていうね、このファックスの無料で情報が提供されるんですよ、はい、で今月のは、ね、10月の占いっていうのがあってね、はい、このファントムラボラトリーで、どういうことしていますって言ったら、うん、10月はこういう星ですよっていうのをね、うん、全部これただでファックスでやってくれるんですよ、だからあの今日今聞いてね、あのカムグライフ の, あの情報ファックス情報サービスで、うん、早速そのマジカルアーマーどういうことをやってく、マジカルアーマーが言う10月の占いっていうのはどうなのかったら、すぐこの、00011、に、番号を押すと、カタカタカタと出ます、うん、これ、はい、うん、便利ですね。そうなんですよ、うん、でそれ以外にもね、はい、毎週金曜日にね舞踏会もやってるんですよ。舞踏会、うん、あの暗黒舞踏ってあったでしょ、こうくね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 やるさ、あれもやっぱり一種の体のなんていうのかリラクゼーションみたいなことなんだけど、毎週金曜日の8時から9時までね、はい、1回500円ですから安いですよね、あの鎌倉大仏坂の体育館ってあります、あります、うん、あそこでやってるんですよ、はい、あ、そうなんですか、うん、でこれはねファントムラブラトリー、オイルトミー舞踏研究会ってね、誰でも参加できてね、500円持ってって、あと簡単なその、うん、動きやすい服装していけば、ちゃんとそれであの指導者もいてね、こうリラクゼーションの踊りを、参加できるんで、いいと思いますよ。そうですね、うん、やっぱりなんていうのかな、これだけこうガチガチ固まった社会の中でね、やっぱ心の問題っていうのは、はい、やっぱ一番大事な問題だし、うん、なかなか、そういうことってなんか自分だけ考えてるとは私おかしいんじゃないかみたいなことあるじゃないか、一人で悶々とね。そうそうそう、だからこの、ね、マジカルアーマーに行ってね、はい、まあ、値段もはっきりしてますしね、うんうん、自分の悩みをちょっと聞いてもらって、うん、それであとそのタロットと西洋占星術で僕も今ちょっとやってもらったんですよ、タロットカードも、どうでした、当たりました、なかなか、私も行ってみようかな、うん、僕のね、あと生まれた月は西洋占星術、来年すごく良くなるんだって、来年、うん、楽しみですね。そうなんですよ、だからね、ぜひあの行くことをお勧めします。場所がですね、はい、鎌倉小町 2-8-9、はい、秋山ビル2階、小町通りの商店街入ってって、うん、1ブロック、次2ブロック目の右側に秋山ビルってあるんですよ、そこの2階にあります、マジカルアーマー、はい、電話番号が、04672-9835、 もう一回言います、04672-9835、マジカルアーマー、11時から7時半までやっていますので、はい、なんかいろんな悩みを持った人は気軽にね行って、ちゃんと料金もはっきりしてるし、いろいろ面白いものもあるしね、なんか遊びに行くだけでもなんか OK みたいなとこだから、うん、はい、それもしどうしてもね、やってもらいたかったらやってもらってもいいし、いろいろな面白い水晶とかいっぱいあってね、面白いですよ、いいですね、うん、そういう神秘的なのって女の子好きですよね。そうそうそう、ね、うん、そうですか、そこ行って佐川君とちょっと話してみるのいいじゃないですか。定休日は月曜日です、月曜日、うん、はい、そこでやってますから、はい、うん、ぜひそういう、人間には必要なことだからさ、心のやっぱりリラックスとか自分だけの悩み持ってて、うん、それでもう言うよりね、やっぱりなんか誰かに話を聞いてもらって、うん、そうですね、でそれから西洋占星術ってすごいコンピューターでプログラムされてる統計だったもんだから、うん、そういうなんていうのかな、インチキなもんじゃないしね。そうですね、うんうん、ということで今日は、マジカルアーマー